台風が来るとか来ないとかで昨日どうなんだろうって不安になっていたんですけれども、ありがたいくらいいい天気ですね。改めまして、さっきもご紹介いただきましたが、サックスプレイヤーの米澤美玖と申します。東京から来ました。いろいろ今全国ツアー中なんですけれども、実は奈良県で演奏させていただくのは今日が初めてなんです。ありがとうございます。で、全くね、ほとんどの人が私のことを知らないでしょうし、私も初めましてのことでとても不安だったんですけれど、こんなにたくさんの方に見守られて演奏できることをですね、とても嬉しく思います。今日は、若干1時間ほどのステージなんですけれども、まあ歌ではなくこのね、テナーサックス、まあサックスのちょっと大きくて音が低めのサックスなんですけれども、これでですね1時間ライブをしたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、1曲目からなんだかわちゃわちゃした曲やってんなって感じだったと思うんですけれども、私のアルバムからオリジナル曲をお届けいたしました。キングレコードさんから、リリースさせていただいておりますエキゾチックグラビティという黄色いアルバムがあるんですけれども、その中から、テナーハンターという曲をやらせていただきました。今日は初めましての人も多いので、どういう曲をやろうかなとずっと思ってたんですけれども、次にいきなりアニメの曲をやろうと思います。皆さん、マジンガー Z 見たことある人いらっしゃいますか？いらっしゃいますね。でもいらっしゃらない人もそこそこいらっしゃいますね。はい。こちらも私のアルバムからなんですけれども、バンドプロジェクト M という、ね、バンドの方からマジンガー Z をサックスでやったらどういう感じになるのかなっていうのをですね、ちょっとお届けしたいなと思います。それでは聴いてください。マジンガー Z です。
となくても聞いたことあるって方はいらっしゃるんじゃないかなと思います。プロジェクト M という、ね、アルバムからやらせていただきました。今日やる曲はですね、ほとんどアルバムに入っている曲で、アルバム10種類ぐらい持ってきております。さらに出来たての新しい T シャツも持ってきております。2時ぐらいに終わるんですが、終わった後は皆さんから見たら左の、あの黒い T シャツがかかっているところに米沢は行きますので、そちらでね、いろいろ、お話できればなと思っております。それでは、今日の素晴らしいメンバーを紹介したいと思います。いつも、関西ツアーなど、まあ、他にもいろいろイベントなどでも本当にお世話になっている、めちゃくちゃ忙しい、そして素晴らしいミュージシャンの皆さんを紹介しますので、まだ大きい声出せないんですよね。出していいのか、いいのか、バレなきゃいいのかそんなことはないですね。大きな拍手でね、お願いいたします。オンキーボードパク四世、オンベース藤間達也、オンドラムス村上優、そしてギターは私の社長でもあります、事務所の社長でもありますが、スーパーギタリスト小川一二。いや、私声でかすぎる、大丈夫かないいかサックスは米沢美久でお届けしております。皆さんよろしくお願いいたします。この流れなのにバラードやってもいいですか、いいですか、ありがとうございます。なんか難しいですよね、ずっと盛り上がってても耳疲れるし、バラードだと眠くなるし、ということで寝ても大丈夫ですからね。はい、これもアルバムに入っていますが、私はちなみに北海道旭川市出身なんですけれども、もう旭川出身の大スターといえば玉置浩二さんですよね、あれですよね。はい、そんな、玉置さんの名曲メロディーをですね、テナーサックスでやってみたいと思います。それではお届けいたします、メロディー。
いたしました。とてもいい曲ですよね。まさかねサックスでカバーできる日が来るとは思って謝りませんでしたけれども、ちなみに今更ですけれども、今日私米澤美久のことを初めて見たよって方いらっしゃいますか？ほとんどですよね。ですよね。ありがとうございます。簡単に言うと、北海道で生まれて小学校の時に吹奏楽部でこのこれと今のサイズと同じ、サックスですね、テナーサックスを始めました。8歳の時に始めたので、とても重くて子供の時は、まあ、今も重いんですけど、ね、それから吹奏楽やったりビッグバンド、やらせてもらったり、いろいろしておりました。でこのステージの前にですね、今日のフィナーレをね飾る、皆さんとですねリハーサルをしてきたんですけれども、今日4時ぐらいからかな、3時45分ぐらい、そのあたりからフィナーレもね私出演させていただきます。でしかもフィナーレは別のサックスで出演しますので、ぜひね最後まで見ていただけると嬉しいです。ね、まあ、ネタバレするとこれはテナーサックスなんですけれども、フィナーレはアルトサックスで参戦しますので皆さんぜひねこう見守っていただければと思います。でもさっきリハーサルして思ってたんですけれども、本当に演奏のクオリティが高くって、もうこの奈良の音楽レベルってものすごく高いんだなということを今日朝から、体感できてですね、とても幸せな一日のスタートで切らせていただきました。ということで、それでは、まあ、バラードをやったんでですね、ちょっとジャズっぽいもの、まあ、スイングのリズムのものですよね、はい、やってみたいと思います。これも私のアルバムの中でオリジナルの曲なので、多分今日ほとんどの人が知らないと思いますなんですけど、ぜひ今日聴いてなんかいいなと思ったら、ぜひね後で話しかけてくれると嬉しいです。ちょっとこんな感じなので本当に気軽に話しかけてください。3枚目のアルバム、サードアルバムのアナザーワールドというアルバムがありまして、結構ノルウェーとかドバイとかスウェーデンだったかな、北欧とかの方でですねアップルミュージックのチャートの1位をいただいているアルバムなんですよ。ありがとうございます。なんかそういう北欧っぽい曲なんでしょうか。1曲目からリバイバル、行ってみたいと思います。
Thank you.
ありがとうございます。このアナザーワールドっていうねアルバムに入っているんですけれども、本当に世界中の、方に聞いていただいてですね、本当に、嬉しいです。ツイッターとかみんなやってますか？ YouTube とかやってますか？ YouTube とかがあるか、やってる人もいるか、なんか調べればですね、米澤ミク打っていただければサックスとか、なんかありがとうございます。ぜひ調べてください。さっきフィナーレのリハーサル終わったよっていうツイートもですね、インスタグラムにも上げてですね、すごく私のわちゃわちゃしているですね写真ももう載っておりますので、ぜひ見てください。あ、ちょっと涼しい風が吹いてきましたね。なんか命拾いしました。はい、大丈夫ですかね。あ、ボーボーいいか。はい、じゃあもう一曲ちょっとゆっくりめの曲やりたいと思います。今年の2月にジャズバラード集というね、アルバム出しました。青いアルバムなんで、何でもあっちの物販のコーナーにあるんですけど、ブルーシャドウというアルバムでですね、私はフュージョンとかジャズとかやることが多いんですけれども、吹奏楽部出身なので吹奏楽も大好きだし、もちろんロックも何でも好きだし、本当に雑食な、人間なんですけれども、ジャズスタンダード、バラード集ということで新しいアルバムを今年出しました。で、そのアルバムの中に入っておりますバート・バカラックのアルフィー、皆さん聞いたことありますかね。すごく素敵な、メロディーでですね、美しい曲です。ちょっとアルフィーやってみたいと思います。
ありがとうございます、ブルーシャドウからアルフィーお届けいたしました、まあ、そんな感じで、後半戦にね行ってまいりたいと思うんですけれども、ちなみに皆さんちょっとアンケート取ります。普段ジャズ聞くまたはフュージョン聞いてるよって方どれぐらいいらっしゃいますか。すごいすごい、本当ですか。わ、嬉しい。なんか私も今日すごいね不安だったんですよ。ここに来て誰も私のことを知らないだろうし、この楽器何みたいな感じもいると思うし、とっても不安だったんですけど、本当になんか心が楽になりましたありがとうございます。それではですね、次結構盛り上がる曲をね やってみたいなと思います。さっきメロディーやったんですけれども、今度はちょっとね、急にマイケル・ジャクソンの曲をやりますこれもアルバムに入っている曲で、スリラーをジャズバージョンでやったらどうなるかと。しかもアレンジがですね、社長がアレンジしてくれてるんですけど、またかっこいいんですけど、難しくかっこいいですけれども、スーパージャズアレンジバージョンこれ今考えてるんだけどジャンルでマイケル・ジャクソンの、スリラーをお届けしたいと思います。
ありがとうございました。ということで、マイケル・ジャクソンのスリラーをお届けいたしました。それではあと5分、はい、わかりました。じゃあ最後にですね、私のさっき言いました1曲目にやったわちゃわちゃした曲の同じアルバムに入っております。最後もわちゃわちゃして終わろうかなと思っております。私あの恐竜とかがすごい好きで、翼竜の曲を書きました。ワイバーンというオリジナル曲なんですけれども、それで今日は、終わりにしたいと思います。この後、物販コーナーに私も行きますので、ぜひねあの CD をあれしてあれしてあれしていただけると嬉しいです。それではありがとうございました。米澤美玖でした。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。
しびれましたね。もう会場がすごい沸いているのがよくわかりましたが、本当にありがとうございました。